はいどうもバサラですご視聴ありがとうございます今日はですねこちらですデルのインスパイロン14の 2in1 の、えー、モデルのレビューになります今回の動画はですねデル様からこのインスパイロン14をお借りして動画を作っています 昨年ですね、AMD のチップが乗ったインスパイロン14をレビューしたんですけれども、今年、まあ、2021年になってからニューモデルが出ました。これまでのインスパイロン14普通のノート PC 型のものが、まあ、アップグレードされたものがそれぞれ AMD とインテル版が出ていて、今回のですね、2-in-1 のタイプのものが AMD とインテル版が出たので、まあ、大きくね、カテゴリーとしては4種類みたいな風に考えてもらうのがいいかなと思います。で昨年ですね、まあ、一番驚いたのがですね、その AMD のパフォーマンスの高さっていうと とところだとまあ、価格ですよねその時僕が買った時には6万円をほんと切っていたので六万円切ってあんなこんなにいいスペックのもの買えると思わなかったっていうような、まあ、凶悪なね 脅威のスペックだったんででですすすけれどもも今年ののモデルもですね引、えー、引き続きき続そのコスパといいいう点は引き継いではいますただ前回の時買った時もそうなんですけど、まあ、クーポンを使って購入していて、デルの公式のオンラインストアだと、そのクーポンがね、いつ出るか、どういうクーポンが出るかっていうのがちょっと待ちましであったりするので、これからちょっと価格は言うんですけれども、あくまでまあ参考価格というふうにしてください。それぞれ最低限として、メモリは 8GB、ストレージは 256GB、えー、それぞれライゼン5と、 とインテルのの i5 方でスペックを考えてますまずは AMD のノート PC のインスパイロン14の価格なんですが8万7900円でクーポンを使うと今だと7万円という価格になってますそしてこの 2in1 のタイプだと10万9980円でクーポンを使うと8 7984円という価格になってますそしてインテル版の方は8 1070円でクーポンを使うと6万4856円という価格になっていてインテルの 2in1 のモデル 97,380円でクーポンを使うと7 7976円という価格になりますなので若干去年のモデルよりはちょっとね値段が上がっているかなっていう傾向にはあるかなと思いますで僕驚いたのがですねインテルと AMD だと AMD 版の方が高いんですよなんかこんな時代来るんだっていうのは、えー、勝手に思ってましたもう僕ね昔からやっぱりねインテル高いっていうイメージがすごい印象としてあったんですけどまさかのですねインテルの方が安いっていうような感じになっております で 2-in-1 のモデルにするとインテルも AMD も約1万5000円ぐらい、えー、価格が高くなってしまいます今回の動画で 2-in-1 の使い心地みたいなところは、えー、解説するので自分が1万5000円ぐらい、えー、払うのにまあいいものなのかどうなのかっていうのが判断できればいいかなというふうに思います はい、まずは外観なんですけれども、去年に引き続き非常に高級感のある、かなりかっこいいデザインになってるんではないかなというふうに思います。裏面は引き続きアルミでできていて、非常に高級感があって、で、このキーボードのこの部分ですね、この部分なんですけれども、少しこうグリーンがかった、えー、独特の色になっていて、これがね、すごく、ま、大人っぽいし、落ち着いた感じの色になっているなという感じがします。そして去年に引き続いて、この画面を上げることによって、下の部分が上がる構造 構造にになななななっっっってててているるのでタイピングもししややすくなってますすすくまま空気が入りやすくなっているようそして、PC の背面の方にもですね、排気口があるような構造になっていますし、これがまあ持ち上げるっていうところの構造もあるので、少しだけね、小さいゴム足みたいなのがついていて、この PC 自体が傷つかないようになっています。で重さは 1.56kg あるので、普通のこのウルトラブックのこのサイズよりは少しちょっと重いかなっていう感じはします。そして、電源はこれくらいのサイズになっていて、まあ、非常にコンパクトなサイズ感になっているかなと思います。 そして、まあ、ディスプレイに入っていくんですけれども、まずね、このディスプレイ、ちょっと見ていただければわかると思うんですけど、めちゃめちゃベゼルが狭いんですよ。すごくないですかこれ。もう、XPS みたいですよね。ベゼルの薄さ、すごいなと思ったんですよ。最初に見た時に。マジかって思いました。で、今年のモデルはやっぱね、この下の部分までね、細くなってるんで、本当にね、もうすごい。の、めっちゃ小さいっていう感じがしたんですよ。 そして去年のモデルはベゼルが白だったんですけれども今年は黒になってよりスッキリしてね高級感のあるデザインになったんじゃないかなと思いますそして肝心のディスプレイなんですけれども結構明るくて見やすいディスプレイかなというふうには思いますが 若干色域は狭い感じはしますが、まあ日常使いでは全然問題ないんですけれども、ちょっとグラフィック系のことをやる方に関してはちょっとね、えー、気になる部分かなというふうには思いますが、ただね、非常にね、これ見ていただければわかると思うんですけど、非常に綺麗な液晶になってるかなと思います。液晶のスペックとしてはですね、1920×1080 のフル HD で、まあ見ていただければわかる通り、光沢の液晶になってます。そして 2-in-1 の液晶なので、もちろん、えー、タッチ操作にも対応しています。 はい、次にポート類について話していきます。まずは向かって右側になります。マイクロ SD カードのポートが一つ、USBA のポートが一つ、そしてオーディオジャックがあります。続いて向かって左側です。HDMI のポートと USBA のポートと USB-C のポートになっています。で、ここでね、気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、ね、USB-C になりました。素晴らしい。 えただですね、ここはサンダーボルトにはなっていないので、ちょっと気をつけなきゃいけないかなっていうところなのと、あとはこの USB-C 経由で、えっと、モニターに繋ぐこともできます。なので外部モニター使うときに、まあ、HDMI をわざわざ刺さなくても USB-C でね、えモニターによっては充電しながら、えそして映像を映すってことができたりします。で、次にウェブカメラなんですけれども、これは 720p になっていて、まあ、正直ね、かなりいまいちだったなっていうふうには、えー、思います。ウェブカメラに結構重要な機能がついていて、物理的にですね、 ここののカメララをででですすすねね閉じじるるるるととががきるよううにににななななっていいいいいいプライバシーが気になる方すごく、ね、いい機能ゃか思ま次にキーボードです。キーボードはですね、非常にタイピングが、えー、しやすくて、で、またですね、その記号のところがなんか変則的になってるっていうこともなくて、まあ、非常に使いやすいキーボードになってるなというふうに思います。えー、おうち心地も非常にいいですし、タイピングも非常に高級感があります。去年のモデル、少しキーボードが残念だったんですけれども、そこがかなり改善されていて、普通にこのキーボードだけで作業ができるようにな できるんじゃないかなっていうレベルのキーボードになってますそしてもちろんバックライトがついていますまた右上に指紋認証があるので指紋認証でねログインとかできたりするっていうのはまあ非常にねセキュアだし便利だなっていうふうに思います次にトラックパッドですトラックパッドもですね非常に滑らかですし押し心地もすごくいいです去年のモデルよりもずっと滑らかな感触になったなという印象です次にスピーカーですスピーカーねすごくいい音ではないんですけれどもまあ必要十分な音質ですし、まあ、音も 比較的大きく出るのでまあ十分ではないかなというレベルですね。 あとは重要なアップデートとしては Wi-Fi6 にもですね、対応したので、まあそこら辺ね、ネットのスピードが速くなると、やっぱりね、そこはね、非常に快適になるんじゃないかなと思うので、いいアップデートだったんじゃないかなと思います。次にスペックについて話していきます。今回お借りしている機種がですね、AMD の Ryzen 7 5700U が搭載されています。そして GPU に関しては内蔵の Radeon のグラフィックスを使っていて、1.8GHz です。そしてメモリは 16GB っていう感じになっております。 今回もシネベンチとギークベンチのスコアを取ってみました。AMD のですね、5700U と相対するところっていうところで、Core i7-1165G7 と比べてみています。まずはシネベンチのスコアです。シングルタスクに関しては、インテルの CPU の方がまあ数値が高いっていうような状況になっていますが、マルチのスコアに関しては、だいぶ AMD の方が数値が高いのがわかるかなというふうに思います。僕らがね、仕事で使うようなドキュメントみたいなのマルチスコアの方がね、高い方がいいっていうふうに言われているので、今回のね、 え、マルチスコアがいいところはすごくいいんじゃないかなと思います。キークベンチのスコアも同じような傾向になっていて、シングルの方は、インテルの方が数値が高い状態になっていて、AMD の方がマルチのスコアが高いような状態になっています。はい、こういうスペックなのでですね、ブラウジングに関しては全くストレスなく使うこともできますし、ドキュメント制作、PowerPoint を作るとか、ワードを使うとか、Excel を使うとか、こういったドキュメントを作る作業に関しては何の問題もなく使用できるかなと思います。ただ今回もですね、まあ ゲームをね、試しに動かしてみたんですけれども、そちらはね、やっぱりね、動きとしては、ちょっとね、あんまり良くなかったので、まあ、やっぱりね、ゲーム用では、えー、ないかなと思います。で、もちろんですね、Windows 11にもアップグレードができるので、まあ、そこのとこはね、全然心配なく、今買っても、えー、全然問題ないんじゃないかなと思いますね。で、次にバッテリーなんですけれども、バッテリーは結構正直びっくりしました。重いだけあって、かなり容量が、バッテリーの容量が多くなっています。なので、まあ、人によってはですね、13時間持つとか、えー、そういう方もいらっしゃったんですが、 僕の場合だと8時間半から9時間ぐらい、えー、それぐらい持ちました。8時間半から9時間ってすごくないですか これまでのなんか Windows PC で結構考えられない長さで使えたなって思うのがあるので、バッテリー性能に関してはかなりいいので、1.5kg と若干重いんですけれども、やっぱり持ち出して使うと、やっぱね、すごく便利なんじゃないかなと思います。はい、最後にですね、2-in-1 としての機能はどうなのっていうところなんですけれども、えー、まずタッチパネルはですね、まあ人それぞれ好き好きかなっていうふうに思います。まあ僕はこういうふうに PC モードにしてる時には、まああまりね、液晶を触ったりとかしないんですけれども、そういう時もね、タッチ操作 やりたいいいいいよってててう方にに関関ししししはははすすごくいいかもしれないですしあとはタブレットモードに関してはまあ僕はね、このね、モードはあんまり好きじゃないかなと思いました。一つはやっぱり重いっていうところと、あとはね、ベゼルが細くなってしまった分、どこに手を置いていいのか <laughs>、ちょっとわかんないなっていうところがまあ,あったりとか、あとは Windows 自体がまあそこまでね、やっぱりタブレットの UI に最適化されてるかっていうと、まだまだそこまでかなっていうところがあったりとか、あとタブレットの状態だと裏側がね、やっぱキーボードになっちゃったり、ドラッグパッド 触っっちゃったりみたいな感じになっているので、まあ、ちょっとタブレットを手持ちでやるっていうのはちょっと気になるかなと思いますで逆にこうぐるっとやってしまってでこの状態で置いた時置いた時置いた時今音聞いてもらったと思うんですけれどもこれねキーボードのところにゴム足がないんですよ。 なので、これをこうバンって置くと、だからキーボード部分が傷つきそうで、ちょっと怖いんですよ。なので、こういう風な絵を描くみたいな状態で使うのも、ちょっと怖いなっていうところがあります。ただ、この傘みたいにしたこのモード。 このモードに関しては僕結構好きで、これね、やっぱね、YouTube 見たりとか、映画見たりするのにめちゃめちゃぴったりなんですよ。なので、このモードになるのは結構好きなんですよね。この 2-in-1 のモデルに関して、少しちょっと中途半端かなっていうのは思いました。やっぱり重さがちょっとあるっていうところと、さっき言ったよね、あの、キーボード側のところが傷ついちゃうんじゃないかっていうところの、やっぱり2点から考えてみると、ちょっとね、 少しちょっと作りがイマイチかなと思っているので、個人的にはですね、ツインワンのモデルが1万5千円分の効果があるかって言われると、ちょっとね、 うん、疑問かなっていうところはありました。はい、というわけで、インスパイロの14の 2-in-1 モデルのレビューでした。いや、ともかくですね、やっぱね、価格破壊がやばいなっていうふうに思います。えクーポンを使わなくても、これがまあ10万円台で買えるっていうのは、すごい、すごいことだよなと思います。だって画面も綺麗だし、キーボードも普通にまあ使いやすいですし、あとはね、そのスペック的にもすごい十分なスペックになっているので、それがね、やっぱ10万円台っていうのは、 やっぱ驚異的だなっていうふうに思いました。正直言って、これが20万円なんですよっていうふうに言われても、全然そうなのかなって思っちゃうレベルの完成度の高さだなっていうふうに感じてます。最後にですね、ちょこっとだけマイナス点も話していこうかなと思うんですけれども、USB-C のポートが一つしかないんですね。なので、充電で USB-C のポートが使ってしまうと、一個も USB-C のポートがなくなってしまうっていうところがあるので、そこはね、少し、ちょっとね、もう一個ぐらい USB-C のポートが欲しかったなっていうのは、 え、思いました。あとはその USB-C のポートがサンダーボルトではないっていうところも、まあマイナス点だなっていう風に思う方もいらっしゃるかなと思います。あとはですね、使っていて重い作業をするとやっぱファンが結構なるので、ファンはね、それなりにうるさめだなっていうのは、えー、思いましたね。あとは何度も言ってるんですけれども、1.5kg 強あるので、若干ね、重いかなという風には、えー、思います。いやーでもね、去年に引き続きですね、このインスパイロン14のやっぱコスパの高さは本当にすごいなと思います。今回2イン 1万モデルですけれども普通のノート PC のモデルって7万円台で買えるんですよこのスペックで本当いやもう凄す,すぎるなっていうのは、えー、思いました気になった方はですね概要欄の方にリンク貼っておくのでぜひぜひチェックしてみてください今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していたいですねチャンネル登録していただけると、えー、僕のモチベーションについてのにぜひぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆さん次の動画で、ね、バイバーイ